いたいたいた。みんな見て。鹿児島のイルカ、あ、来た来た来た。鹿児島のイルカだよ。お昼だよ。こんな感じでスタートいたしましたが、見えた？見えたかな？はい、皆さんこんにちは。お昼だよ、ポテチン TV の時間だよ。はい、イルカがね、すごくタイミングよくここ通ってくれたので、はい、皆さんにお見せできたのではないかと思います。あー、見えたよ見えたよ。よかったね、かわいいよね。まあでもね、あの青物とか狙ってる方とかはね、ちょっとイルカが来たらあーってなるかもしれないけど、イシダイ釣りにはあんまり関係ないかなと私は思ってますので、はい、かわいいです。はい、皆さんこんにちは。マイクも OK ということでありがとうございます。はい、なんか突然平日のすごいみんなが忙しい時間なのにライブ配信突然お知らせいたしましてすみません。ポテチンのシュシュについてるのにゃんこ先生だったんだ、マヨネーズかと思ってました。あ、でもっぽいねこれね、これね、あれでしょ、ナメクジ見た時の私みたいな。マヨネーズじゃないよ。いや、もう急に寒くなったから、あ、うわ、歌ってる歌ってる歌ってるって、うわ、くるくる、あ、やばいやばい。びっくりしたよ。え、これは芯に来てるってことだから大きいやつだよ。あ、やばいやばい、みんなもしかしたら釣れるか、しし、私黙って、あ、やばいやばいやばい、これ入る入る、うわ、はい、あ、やばいやばいやばい、これ入る入る、あ、入った入った、ちょっと待って、結構でかいぞこれ。やった、よしよしよし、みんな来たよ、みんな来た、魚来た、やった、久しぶりライブ配信で、しかも結構でかいぞ。見えた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 、コメントがどうなってること、来たって来たって書いてある。どこ、しましま、やったね、すごい、頑張れて、皆さんありがとうございます。本当ですね、スリライブ配信で初めてしましま釣った、やったー。しかも結構大きかった、まだちょっとサイズまで測れてないですけど、
ですね。多分60あるんじゃないかなと思います。久しぶりの何言ってるかわからない大きな声、本当に耳大丈夫、みんなの耳死んでないかな、大丈夫かな。あー楽しかった、あーよかった、釣れた、ありがとうございます。ポテチおめでとう、とうとうやりましたね、本当に何年越しだろう。いやー、やっぱ標的、なんかこれっていう、なんかこれがこれがこれじゃなくてこれっていうの釣るのって大変ですよね。やった嬉しい嬉しい、なんかこういうキャラ今いなかった、なんかちょっと気持ち悪かったね。指曲がってたわ。はあ、あー楽しかった、楽しかった、楽しんでいただけましたかね。私はすごい楽しかったけど、皆さん楽しんでいただけたかな。楽しんでいただけたのなら嬉しいですが、さすが持ってるね。いやいや、とんでもないです、もうこれもね。いや、今日ライブしようって思ったのはもう皆さんが見てくれてるからですからね、ありがとうございます本当に。いや、え、だって私普通に朝まずめで石田釣りしてたらこの時間まで釣りしてないんですよ。だいたい10時とかでもう上がっちゃうので、この時間に釣りをしてないということは釣れてないんですよ。だから皆さんにライブ配信で魚釣るとこ見せたいと思ってこれでやってたから釣れたわけで、いやもう全部本当皆さんのおかげですよ、ありがとうございます、本当。いやめっちゃ嬉しい、本当何年越し、何回も言うけど嬉しい嬉しい、あやっとやっと釣れた、やっと釣れた、おいしい、よかったよ、なんかおいしい、絶対今年こそ釣りますとか言ってさ全然釣れなかったからさ、あよかった、はあありがとうございます。念願の4年がかりの石田に おめでとう。ありがとう、ありがとう、おめでとうっていうことで、好きなものおごってあげる、ありがとう、ね、っていう、やった、ねって言う、そうだね、魚釣れたのにね。ね、肉で。いや、いいのいいの、魚は明日私が釣った石田を二人にご馳走するので、ね、はい、やっと、もう準備してあるから、お刺身とちょっと煮付けにしようかなって思って。マジで魚の煮付けは美味しいよね。すごい美味しい。今日朝節制してきた、私も節制してきた、一緒だね、最悪なんだけど。超食うやん。いやもうおごりと聞いたらね、あちょっと今日見たので、そうそう、いいよ高いの。この間ライブ配信お昼だったじゃん、うん、お昼って、うん、普通魚釣れないじゃん、釣れないね、しかも、うん、イシダイ釣ったんでしょ。そうだよ、やばくない、その奇跡、しましま、いやだってさ、目玉飛び出そうだったもん、ね、マジだってさ、通常、まあ、釣り人の人はみんな分かってると思うんだけど、だいたい 70% はもう朝まずめで魚たちってご飯食べるじゃん、で人間みたいにこんなお昼がっつり食べないんだよ、うん、で夜寝る前とかに残りを食べるっていう感じだから、昼って本当釣れないんだ、す
ごいね。だからもう本当すごいね。ありがたやーって、もう奇跡の一枚だよ。しかもそれがしましわ、しかも生放送、めっちゃ嬉しかった。そう、ライブ配信でやばー。だから食べようね、食べようね。そうだね、あ、じゃあ、はい、はい、じゃあどうぞ。今日はいっぱい食べてください。はい、はい、ありがとうございます。いただきます。いただきます。ごちになります。イエス。おいしおいしそう。何このドリンク、ね、何でしょう。抹茶青汁。おお。え、全然ない。おおおおどうはおおなんだろう。お想像にお任せする。おお。回っていく。ね、よくそんな飲むよね。え、なんで？ああ。なんかさ、薄くない？これ見て、これね、ガムシロ3、2個入ってんの。ガムシロ2個、ミルク1だよ。あ、でも、あ、うん、でも3つはちょっと多いな。苦い。でもこれ以上入れるとね、もうガムシロップの味なんだよ。サバがいい。ガムシロ高級、いいよね、高級コーヒーが。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。ごちそうさまでした。みーさま、ごちそうさまでした。いくらいったんだろうね。請求書です。ありがとうございます。やばい。1万5000円でした。はい、ありがたく。3人だよね。すごいね。お祝いですからありがたく。ありがとうございます。今日一日。あ、そうですね、はい、今日はもうあのいいこと聞けよ。お前とお前がダンス。サーティワンにでも寄って帰りましょうか。あ、スタバがよろしいでございますか。両方行きましょう。両方行きましょう。両方行きましょう。いいね、両方贅沢だね。よし。さあ、昨日はみーちゃんにお祝いに焼肉をおごっていただいたので、今日は私が釣った本石を丹精込めて料理してご馳走したいと思います。で、石代とあのライブ配信の後、突然船が寄ってきて、人が降りてきて、こんにちは、ネイゴいるって言われたんです。まあ即答でいりますって言ってもらっちゃった。ネイゴ、その方漁師さんだったんですけど、なんか近くで釣りしてたみたいで、ネイゴ丸々一匹もらっちゃって、で、もう頭を落として下処理して寝かせておいた。せっかくもらったから美味しく食べたいじゃん。私が釣ったネイゴより大きいよね。いただいたこのネイゴはもちろんポコ太郎大好きなネイゴのユッケにします。今日はね、ユッケのレシピまで公開したいと思います。美味しいからぜひ作ってみてください。本当に美味しいから、いくらでも食べられちゃう。そしてこっちがじゃん、ライブ配信で釣れた本石です。いや、私ですね、石大釣りしてて、本石とか、まあ、大きな石物が釣れた時にやっぱり記念じゃないですか。まあ、一匹一匹思い入れはあるんですけど、この石大はね、また特になんか感慨深いものがありまして、そういう石大のこの刃をですね、ちょっと今見えないけど、ここの刃の部分を標本にするために取っとくんですよ。今日はそれもしつつ、料理しつつ、美味しくいただきたいと思います。あ、大
きいね、大きい石台だね。じゃあとりあえずここに。これ置いといて。よし、それでは。本日の釣果です。うわあ、大きい大きい、すごい顔してるね。じゃーらん、うわあ。あ、はいはいはい。ちょっと、よいしょ。はいはい。よいしょ。よいしょ。あ、60はなかった。なんかでもすごい太ってる。太ってる。あ、50センチですね。いや、60ってやすごいな、やっぱ。50センチ。スティール。あと10センチスティール。大きく。いや、でも、すごい、すごいいいサイズ。分厚い。暑いね。やりましたよ。やりました、皆さん。ありがとうございます。またちょっと暑いので、海にね、海で待っててもらいましょう。ありがとうね。よいしょ。結構いいサイズだよね。50センチ。50センチ。いただきます。よっぺ、過去一綺麗にさばけたんだけど。私、板前さんになれそう。ほら、すごい綺麗。いや、このハサミってすごいね。便利。はい、石台。なんだこれ。はい、ここまでさばき終わりました。上手にできたよ。しかも見てこれ。見てください、この縁側。すごくない？大きい、美味しそう。よだれが出ますね。で、これお刺身用なんですけど、皮まで引いちゃったらすぐ食べないといけないので、みーちゃんとかポコタと一緒に食べる分はもう持ってって、その場で皮は引きます。で、さすがにね、ちょっと多いので、残りはやっぱり日頃お世話になっている親戚たちに配って回りたいと思いますので、一旦このまま冷蔵庫に保存しましょう。粗煮の方は湯引きします。湯引きって誰が考えたんでしょうね。漁師さん？板前さん？頬肉が美味しそう。ここ最近ずっと思ってるんですけど、こういう風に出汁取る昆布、これ北海道の昆布が一番美味しい出汁が出ると思うんですよね。いや、なんか北海道の昆布、北海道産昆布が一番美味しいよね。最近うちで怪奇現象が起きてて、小さじがなくなったんですよ。私しか使わないのに小さじがどっかに消えたの。神隠し。どこ行ったんだろうね。石鯛の歯ももう取れるぐらい
火が通ったのでこのまま放置します。うん、きれいに取れるといいな。これ石鯛が釣れた時はよく思うんですけど、ほぼ確実にこの煮付けするんですよね。これ煮付けする用のもうちょっとなんか熱いじゃないな、深いやつか、深い鍋買わないと絶対つからないんだよねでも普段そんな大きな鍋って使わないから、うーん、ほら全然使ってない。煮付けができるまで石鯛の歯を取り出していこう。今こんな感じ。あ、すごいすごいすごい、綺麗に取れるかもこれ。こうなってる。こっちはもうちょっと綺麗に落とします。うわ、美味しそう。ちょっとこれひっくり返さないとやっぱり上が。うわ、美味しそう。いい匂い。さあ、煮付けも無事完成しました。ちょっと早く完成したので、後ほどみーちゃんとポコタのところに持って行って一緒に食べたいと思います。で、石鯛の歯の実験結果、土に埋めた実験結果はちょっと時間がかかるかもしれませんけど、また皆さんにご報告したいと思います。綺麗になればいいな。ってことで、今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆さんお会いしましょう。ポテチンでした。またね、バイバーイ。なんかすごいね、歯を振るってどうなんだまたね、楽しみにしててください。